よし、やっていこう。さあ、猫つながりなんですけどね。また猫関係なんですかね、これ。迷い猫と家族。また猫と家族じゃん。マリエルの知り合いの飼い猫が行方不明になった。付き合いの長いマリエルは猫探しを買って出ることに。さあ、マリエルのクエストやっていきたいと思います。アルトさん、今鳴き声が聞こえませんでした。この子どんなキャラだっけ。おい、いや、俺には何の声だ。あら、かわいい。にゃん。うわあ、猫さん、猫さんじゃないですか。マリエル、こんなキャラだったっけ。はあ、このすべすべした毛並み、キョロッとしたつぶらな瞳。はあ、かわいい。私服、私服ですよ。難しいな。言いづらい。マリエルは本当に猫が好きなんだな。はい。猫さんは大好きです。なでなでしたいなって、ずっと思っていました。神殿で猫さんは飼えませんから、ずっと本で見るばかりでした。よかったじゃないか、本物の猫に会えて。そういえば、その猫だけど、最近随分と人気がある種類らしいな。え？そうなんですか？普通の猫さんに見えますけど。俺もあんまり詳しくないけど、マニアの間じゃ、高値で取引されてもおかしくない種類だ。なんだか変な話ですね。命の価値は等しいものなのに。あ、猫さん、行ってしまいました。あ、お姉ちゃんたち、この辺りで猫を見なかった？あのね、細くてね、真っ白な猫なの。白猫さんならついさっきまでここにいましたよ。あちらに行ってしまいましたが。ほんと？ありがとうお姉ちゃんたち。あっちの方だね。え、こんなフィールドでちっちゃい子が危なくない？今の子もしかしてさっきの白猫さんの飼い主さんですかね。そうかもしれないな。この辺りは魔物が出ることもあるし。アルトさん、私あの子の猫探しを手伝ってあげたいんです。そうだな、あの猫に会ったのも何かの縁かもしれない。そうですよ、すべての猫さんは幸せであるべきです。さあ、さっきの女の子を追いましょう。アルトさん。てんてんてん。というわけで、さあ、猫ちゃんを追いかけていきましょう。どこ行ったかわかんないけど、カットということで。さあ、女の子いました。いましたよ。いい加減にしなさい。一体何と言えばわかるの、この子は。だけどお母さん、ミルクちゃんは私の大切なお友達だから、置き去りになんてできないよ。お父さんの仕事で次の町に行かないといけないのよ。こんな忙しいとこにどこかへ逃げたバカ猫のことなんて忘れなさい。まあ、いいじゃないか。もう少し待ってやっても。この子にとってあの猫は亡くなった母との唯一のつながりで。あなたはすぐそうやって甘やかす。そんなんだからいつまで経ってもわがままは治らないのよ。うわ、なんだか
タイミング悪い時に来ちゃったみたいだな。あの、すみません。よろしければ猫さん、私たちが探してきますよ。え、あ、さっき会ったお姉ちゃんたち？は？何？あなたたち。勝手に家族の会話に入ってこないで。おい、そんな言い方はないだろう。ごめんね、マリオリちゃん。え、私の名前、なんで？あ、もしかして、よく神殿に来てくれた商人のおじさん？なんだ？マリエルの知り合いなのか？はい、私が幼い頃から神殿に品物を届けてに来てくれてる商人のおじさんです。私のことも覚えていてくれたのか。ありがとう、マリエルちゃん。君の話はお母様から伺ったよ。まさか神殿を飛び出すとは思いもしなかったわ。あ、ご迷惑をおかけしました。私、そう、どうしてもの外の世界をこの目で見てみたくなっちゃったんです。なるほどね。いいんじゃないか。きっと君のお母様もいつか分かってくれるさ。やっぱりお母さん、新館長は私のことを怒っているのですね。音じゃなくて副新館長は、なんと、ってか新館長と副新館長が父と母なの。この子すごいじゃん。もうエリスブリーのサラブレッドのなんかエリート中のエリートじゃん。お父様は大変心配していらっしゃるよ。たった一人の娘さんだ。無理もない。この後神殿に行く用があるんだ。ご両親に伝言があれば聞くよ。では二人に、私は元気にしているから安心してとお伝えください。あなた、いつまで無駄話しているつもりなの？用ならさっさと済ませてちょうだい。こいつマジ最低だな、このクソババア。あ、このママ派がマジやばいな。マジなんだろう、不特定多数から嫌われる人、人に好かれないタイプ。お、そうだったな。すまんすまん。すぐに行ってくるよ。え、お父さんもさ、強く出れなすぎ。そちらは奥様ですか？ああ、元妻が亡くなってつい一月前に再婚したんだ。どうも思ったより気が強くてね。尻に敷かれるとはこういうことか。あなた、何をこそこそ話しているの？すまない。すぐに神殿に行ってくるよ。あ、そうだ。私たちも急いで逃げた猫さんを探さないと。え、お姉ちゃんたち、本当にミルクちゃんを探してくれるの？はい、任せてください。ミルクちゃんは必ず見つけますから。ありがとうお姉ちゃん。ミルクちゃんの特徴はね、細くて真っ白な子ですよね。それじゃあとりあえずユニガーの中を探してみるか。というわけで、ユニガンの中を探してみ、あ、すぐ近くいますね。これでしょ？にゃー。でも見つかったぞ。あ、違う。いました！かわいい！ゴロゴロ！
マリエルは猫に好かれてるな。ですけど、この子はミルクちゃんじゃないですね。毛の色は白だったな。別の場所、別の場所を探すとしようか。え、嘘。これいちいちカットするのも、どうなんだ？カッチ。ほい、再開しましょう。というか、ここですね。ミルクちゃん、いるなら出てきてください。お、違うのだ。にゃーご。キャー、いたいた猫さん。よーしよし、カッチリおいで。今度は黒い猫か。残念だけど、こいつも違うな。残念。ごめんね、猫さん。また今度ね。おかわい。だいぶ歩いたけど、マリエルは疲れてないか？へっちゃらです。ミルクちゃん、ご主人様のところに帰りたがってるでしょうから。わかった。それじゃ、もう少し探してみよう。はい、じゃあ、カッツ。はい、着きました。ここです。お、いた。見てください、アルドさん。あの後ろ姿。白猫だ。もしかして。にゃーん。どうかな、マリエル。確かに白いんですが、そこまで細くありませんね。普通くらいでしょうか？そっか。参ったな。こうなると、もっと遠くへ行ったかもしれない。その可能性もありますね。一度戻りましょうか。あの子からもう少し、もっと詳しくミルクちゃんのことを聞きましょう。あ、行きそうな場所とか、見当がつくかもしれないからな。じゃあ、さっきのこのところに戻りましょう。よし、じゃあ特徴聞こう。あ、お姉ちゃんたち、もしかしてミルクちゃん見つけてきてくれたの？ううん、ごめんね。まだ見つかってないんだ。ふん、情けないわね。自分たちから言っておいて、こんざまなんて。いいこと？私たちは忙しいの。夫の用事が済んだらこの町から出て行くんだから。はい、わかりました。ではその前に、なんとかミルクちゃんを見つけてきます。だから、もうちょっとミルクについて教えてほしいんだ。どんな猫だったんだい？ミルクちゃんは、私の本当のお母さんがプレゼントしてくれたの。大切な、私のお友達でね。ミルクちゃんはもう家族と同じなの。いつも話し飼いだったけど、今までは必ず家に帰ってきてたよ。他には何かない？好きな場所とか、変わったところとか。あ、そういえば、ちょっと前にお父さんがミルクは特別だって言ってたよ。とても珍しくて、高いお金を出して欲しがる人もいるかもって。え？何よそれ。私そんな話聞いてないわよ。まさか、あの虎猫が金になるなんて。早く出現取りに行かないと。最低だな、こいつマジで。お母さん、どこ行くの？ちょっと急用を思い出したわ。あなたは宿でお父さん待ってなさい。
でもこれさ、ミルクちゃん探してきても売られちゃうんじゃね。なんですかね、休業って。やっぱり引っ越し前だと忙しいですかね。あの人、何かブツブツ言ってたな。失言がどうとか。もしかして。マリエル、後を追ってみよう。どうも気にかかるんだ。え、でも、どこへ行ったんでしょう？湿原に行くって聞こえたんだ。きっと、カレーク湿原だ。じゃあ、カレーク湿原に行ってきまーす。はーい、いました。あなたたち、なんでここにいるのよ。こっちのセリフだな。こんな場所で休養ってなんだ。何よ、あんたたちには関係ないことよ。大方金になると思って捨てた猫を拾いに来たんだろ。え、アルドさん、それってどういうことですか？ミルクは逃げたんじゃない。ここに置き去りにされていたんだ。そのせいで帰り道も分からなくて、戻りたくても戻れなかったんだろう。ああ、そうよ。私があのドラ猫を捨てたのよ。私はね、猫なんて大嫌いなの。だから捨ててやったのよ。ここなら勝手に魔物が勝手に処分してくれる。でしょうしね。待て、間違えて、区切っちゃった。そんな、ひどい。猫さんがかわいそうです。あの子だって、したことじゃないわよ。そんなことより、あいつは金になるの。あんたたちも探しなさいよ。そんなこと、あなたって人は、にゃー！今の鳴く声って、まさか、じゃあ、どもちの。ハルドさん、あれ？あ、やばい。あ、魔物の前に猫さんが。あれって、もしかしてミルクちゃん？まずい！せっかくの値打ち者が。あんたたち、なんとかしなさい！こんな時にまで、あなたは。今は助けるのは先だ。行くぞ、マリエル。気を引き締めていこう。えい。ふん。倒すのが遅いのよ。さあ、猫をこっちに渡しなさい。こいつ本当に最低だな。そんなのダメです。ミルクちゃんは帰りたがっているんです。いいからその猫を渡しなさい。それは私のものよ。そこまでだ。あなた、なぜここに。話は全部聞かせてもらった。お前なんて恐ろしいこと。違うのよ、あなた。誤解なのよ。私はただ。でもこいつはこの男性のことを本当に好きなんだな。取り繕うってことは。うるさい。もう我慢ならん。お前には愛想が好きだ。娘から家族を奪うのだとは、許せるものか。離婚だ。何よ、たかが猫くらいで無気になるなんて。なんなのよ、もう。あんたなんてこっちから願い下げよ。すまなかったな、君たち。身内が迷惑をかけてしまって。気にしないでください。それよりも、このこと、ことをよろしくお願いします。にゃーにゃーにゃー。おお、
ミルク、無事だったのか。ありがとう、この子を見つけてくれて。ああ、そうそう。マリエルちゃんへの手紙を君のお父様から預かっているよ。え、手紙を？私はオートの宿屋にいる。君の都合がいい時間にでも手紙を取りに来てくれ。ん？これ手紙読んで終わりなのか？手紙？ドキドキします。神殿に帰ってこいと言われたらどうしましょう。どうだろうな。けど無視はできないだろ。ですね。覚悟を決めます。宿屋に行くパターンだねこれ。じゃあ宿屋に行きまーす。さ、宿屋でーす。あれ、王冠マークついてたからさ、てっきり外かと思ったけど中だった。やあマリエルちゃん、いろいろとすまなかった。それから娘がぜひお礼をと。お姉ちゃんたちありがとう。ミルクちゃんも喜んでるよ。かわいい。えへへ、そんな。でも本当に良かった。私からも礼を言わせてくれ。それとこれが約束の手紙だよ。これが極マリエルだけが読むって感じね。なるほどね。あ、読んでないのか。どうしたんだマリエル、手紙読まないのか。私は誰にも何も言わず神殿から抜け出してきたんです。お叱りの手紙かもしれないと思うと。無理に読まなくてもいいよ。手紙は渡せなかったと伝えておくから。お気遣いありがとうございます。でも大丈夫です。そうかい。おっと、もうこんな時間だ。私たちはここで失礼するよ。君、マリエルちゃんをよろしくね。またねお姉ちゃんたち。では読んでみます。これ声変えていい？お父さんから手紙らしいからお父さんっぽく言うわ。愛しいマリエルって区切っちゃった。商人さんから話を聞かせてもらった。お前がいなくなって寂しいけれど消息がわかって安心したよ。ただお母さんはとても怒っている。マリエルは神殿に戻ったら見張りをつけると騒いでるくらいだ。マリエルからの伝言を聞いたとき、お父さんがはしゃいでしまったから余計に怒ってしまって。そんな、お父様どうしましょう。私のせいでお母様と大喧嘩になっていたら、これ以上怖くて読めません。なあマリエル、君は自分の意志で神殿から出ることを選んだんだろ。その結果は自分自身で受け止めるしかない。だからその手紙は最後まで君が読まなきゃいけないんじゃないかな。ハルトさん、受付の人聞いちゃってるんじゃん。はい、その通りです。行けたりしちゃいけませんよね。
この手紙もお母さんから隠れて書いている。見つかったら大変なことになりそうだからね。だけど心配しなくていい。お母さんの頑固はいつものことだ。お父さんに任せておけ。お前もお母さん譲りの頑固者だし、自分で決めたことを変えたりしないのはちゃんと理解してるつもりだ。旅を続けなさい、マリエル。お父さんも、そしてきっとお母さんも応援しているから。追伸、たまには手紙の一つぐらいよこしなさい。旅を続けていいと。勇気を出して最後まで読んでみてよかったな。いいお父さんじゃないか。はい、自慢の父なんです。あ、もうお父様のせいでお母様の言いつけが全然守れないです。言いつけ？もしかして両親を新館長と副新館長って呼ぶことか？え、そうなんです。でもお父さん、副新館長がこの調子で。きっと、わざとなんじゃないか。え？いや、なんとなくだよ。お父さんは少しでもマリエルに家族ってやつを感じてほしいのかなって。ハルドさん。はい、きっとそうです。ありがとう、お父様。いい話だった。お父さんいい人じゃん。さあ、迷い猫と家族クリアーということで、皆さん次のマリエルクエストの時によろしくお願いします。